レイ・ハリー・ハウゼン、レイ・ハリー・ハウゼン、1920年6月29日から2013年5月7日は、アメリカ合衆国の特撮映画監督、並びに特殊効果スタッフで、ストップモーションアニメーター。映画史上、20世紀の映画における特撮技術の歴史を作ってきたと言われる人物である。主に1950年代から1970年代に活躍し、 多くの特撮 SF、ファンタジー映画を手掛けた。カリフォルニア州ロサンゼルスにて、ドイツ帝国からの移民である父、フレデリックと母、マーサの子として生まれる。なお、ドイツ時代の仮名は、ヘレンハウゼンと綴られていたが、アメリカに移住した際に、現在の名であるハリーハウゼンに改められた。1933年公開の、 キングコングにおけるウィリス・オブライエンに影響され、ストップモーションアニメーション映画の仕事に就くことを志すようになる。学生時代から自主制作でストップモーション映像を作り始め、高校生の時に友人の紹介でオブライエンと面識を得て、彼からグラフィックアートと彫刻の授業を受けて技術を磨くようにアドバスされる。また、 この頃に、デイ・ブラッドベリーと友人になる。二人は1939年に、ホレスト・ジェイア・カーマンが結成したに参加し、三人は、中世の友情を交わした。南カリフォルニア大学の夜間部に通い映画技術を学んだ後、ジョージ・パルのスタジオで、パペトーンのアニメーションスタッフとなる。第二次世界大戦中には、フランク・キャプラの下で、アメリカ陸軍の映画撮影班に属し、 映画技術の基礎を習得した。ストップモーションアニメーションの技術を用いた、戦場での佳強工程を示し軍用教育映画など、当時の作品が残っている。この間、ディミトリテオムキンとドクター・スースとも仕事をしている。戦後、ハリー・ハウゼンは捨てられていた 16mm フィルムを拾い、短編のおとぎ話を制作している。また、宇宙戦争を題材に、火星人が、 地球に降り立つシームを独自に撮影している。1949年にアシスタントアニメーターとして雇われ、エンジンジー・ヤングの制作に参加し、オブライエンからアニメーション制作の大部分を任された。1960年にロンドンに移住し、晩年まで同地で過ごした。1962年10月にダイアナ・リビングストン・ブルースと結婚し、娘、バネッサを設ける。 1992年に、永年の功績により、アカデミー賞特別賞を受賞した。受賞式では、高校時代からの名優であるレイ・ブラッド・ベリーの手から、オスカー像が手渡された。1994年の映画、ビバリー・ヒルズ・コップ3では、亀を出演し、1998年には、エンジン・ジョー・ヤングのリメイク作品、マイティ・ジョーに、 エンジンジョー・ヤングで主演を務めたと共に亀出演し、2003年公開のエルフ・サンタの国からやってきたにも亀を出演した。2010年にはバーク・ヘアにも亀を出演している。2013年5月7日、5ヶ月間の闘病の末に92歳で死去したことが、家族によってツイッターとフェイスブックで公表された。デイリー・ミラーは、ハリー・ハウゼンのウェブサイトを引用して、 ハリー・ハウゼンは、スティーブン・スピルバーグ、ジェームズ・キャメロン、ピーター・ジャクソン、ジョージ・ルーカス、ジョン・ランディス、ニック・パークなど多くの映画制作者に多大な響きを与えたとコメントを発表した。内部に、アーマチは、可動式骨格を仕込んだ人形を1コマずつ、撮影するモデルアニメーションの分野で評価されており、リアルな動きで作り出された映像は、世界の人々を共嘆させた。 特に評価が高いのはダイナメーションと呼ばれる手法で、これは俳優の演技をスクリーンプロセスでコマ送りで投影しながら、それに合わせて人形を動かすものである。従来、俳優と人形のカラーでの合成には、人形の撮影時にライトの熱で色温度が変化してしまい、実際に映写した際に俳優に対して人形の色が目まぐるしく変わってしまうという難点があったが、 ハリーハウゼンは、人形の撮影の際、コマごとに、色温度を修正するフィルターを入れる技術を生み出し、この問題を解決した。これにより、人形と人間の同時演技、例えば、ミニチュアと人間の格闘シーン光学合成なしで、可能となり、後のハリウッド映画の特撮人気を爆発させた。ハリーハウゼンは、映画の脚本、デザイン、コンセプトなど多くの部分に参加しており、 プロデューサーは、ハリーハウゼンのやり方に常に同意することを求められていた。しかし、ハリウッドの制作組合の規則の問題から監督になることはできず、ほとんどの映画では別の役職でクレジットされていた。彼の作品には、両親も参加しており、父フレデリックは、息子のデザインに基づき金属加工を行い、母マーサは、ミニチュアの衣装を担当していたが、 1973年にフレデリックが死去した後は他の職人に金属加工を依頼するようになった。本格的なデビュー作となったのはブラッドベリの短編無敵を原作として1953年に制作された原始怪獣原ルであり、特撮部分の制作を全面的に担当した。 元々は、モンスター・フロム・ザ・シーというオリジナル作品として、制作が進められていたが、ハリー・ハウゼンが描いた、海から現れた怪獣が、灯台によじ登るというシーンが、無敵にも描かれることを知った制作側が、法的問題を避けるために、同作の映画化の権利を買い取って制作が続けられた。水爆実験で蘇った怪獣がニューヨークを破壊するという、この作品は、 日本の特撮映画ゴジラにも大きな影響を与えた。1955年の水爆と深海の怪物はゴールデンゲートブリッジを巨大なタコが破壊するというストーリーであったが予算不足から巨大タコの触腕は6本となっている。本作では橋の強度に対して不安感を与えるとの理由からロサンゼルス市当局の撮影許可が下りずゲリラ的な撮影が観光された。 この作品以降、コロンビア映画のと、名誉関係を結ぶことになった。1956年の、世紀の謎空飛ぶ、円盤地球を襲撃すでは、UFO の特撮に挑戦している。この映画では崩れ落ちるビルのガレまでもモデルアニメで、処理されたが、実は、予算の関係で、ミニチュア爆破のような大規模な特撮ができなかったため、この方式が取られている。 ティム・バートンのマーズ・アタックに登場する UFO はこの作品のパロディである。1957年の地球へ2000万マイルでは初めてヨーロッパロケを行っている。この作品では古代ローマの遺跡殺セオで近世の生物、イーマ、イーマーが暴れ回る。人間によって地球に連れて来られ、モンスターとして人間によって殺されてしまうイミヤは、 キングコングへのオマージュでもある。1958年のシンバット7回目の公開、公開当時の題名はシンバット7回目の公開はハリーハウゼンの初のカラー作品となった。ハリーハウゼンはカラー映画への転換をシニアに求められ、ダイナメーションをカラーでも通用するように技術開発を行い制作に挑んでいる。一つ目巨人のサイクロプスや、 相当の巨大和紙のロック鳥、ドラゴンなど様々な怪物が登場する。中でも、骸骨戦士との剣撃シーンは有名である。この後、ハリー・ハウゼンは、コロンビア映画との間に、4本のカラー映画の制作契約を結んでいる。1963年のアルゴ体験隊の大冒険では、7体の骸骨戦士との集団剣撃や、空を飛び回る会長ハーピー。 重厚な動きを見せる制度の巨人タロスなど、さらに磨きのかかった特撮技術が見られる。特に、7種の竜飛ドラの登場シーンでは、それぞれの首が自然で滑らかな動作をしているように、見せるため大変な苦労をしたとハリーハウゼンは、語っている。1960年に、が公開された後、コロンビア映画との契約が終了し、ハリーハウゼンは新規の映画会社の業界参入に、 ともない、フリーランスとして、他の映画会社の下で制作を続けることになる。コロンビア映画との契約終了後の初作品は、ハマーフィルムプロダクションと契約した、恐竜100万年である。1969年には再び、シニアとタッグを組み、ワーナーブラザーズと契約して、恐竜、クワンジを制作した。この作品はオブライエンが映画化を企画したものの、実現しなかった企画であり、 ハリー・ハウゼンが長年制作を希望していた作品だった。ハリー・ハウゼンとシニアは、コロンビア映画に、シンドバットンの続編企画を持ち込み、1973年1 5年ぶりの、続編、シンドバット・黄金の公開を制作した。この映画では、六本腕の影母神、カーリー像のダンスと、シンドバットたちとの剣劇が有名である。他に空を飛ぶ、小悪魔のようなホムンクルス。 動き出す選手女神像、一つ目のケンタウロスとグリフォンの死闘などの特撮も見られる。続く、シンドバット虎の目大冒険、1977年は、一本格の原始人や、サーベルタイガー、巨大聖打ち、金色の人造ミノタウロスなどが登場する、シンドバットシリーズ最終作となり、三つで、シンドバット三部作と呼ばれる。 最後の作品となった1981年のタイタンの戦いでは、演熟した特撮技術が見られる。実際の馬に対する綿密な観察に基づき、造形された天馬ペガサスは、大変リアルな動きを見せる。海の巨大怪物クラーケンや、獣人カリボス、相当ケンディオスキロス、オオサソリなども登場し、特にヘビオンナ、メデューサの髪の毛だけでなく、 下半身も蛇の胴体で恐ろしいカウツの悪魔的な独自の造形は、ハリー・ハウゼンの創造したモンスターの中でも高い評価を得ている。この造形のメデューサは世間に浸透し後の映像、ゲーム等ファンタジー作品にも使われている。同作は工業的に成功したが、これ以降はコンピューター技術の発展により、ハリー・ハウゼンのアナログな手法は相手にされなくなり、 彼とシニアは事実上映画業界から引退することになった。20世紀の特撮映画界を創造、牽引してきた巨匠ハリーハウゼンの映画は、ゴジラやジョージ・ルーカス、ピクサーなど後の特撮映画の巨匠にも多くの影響を与えた。ピクサーが制作したモンスターズ・インク及びメーターの東京レースには、ハリーハウゼンという名前の寿司屋が登場する。不法を受けたルーカスは、 僕たちのほとんどが子供の頃から彼、ハリーハウゼンの影響を受けてきた。その存在なくして、スター・ウォーズは生まれなかったとコメントした。キャメロンも SF とファンタジー映画の実践者である私たちの全てが巨人、ハリーハウゼンの方の上に乗っていると感じています。もし霊が存在していなかったら、私たちも存在していなかったでしょうとコメントしている。アードマンアニメーションズのも、 ツイッターで一人の産業、一人のジャンルと彼の業績を称賛し、テリー・イリアムも私たちはコンピューターでデジタル的に作ります。しかし、ハリー・ハウゼンはコンピューターのない時代からデジタル的に作っていましたと述べた。エドガー・ライトは私は例ハリー・ハウゼンのあらゆる映像を愛していました。彼は私にモンスターの存在を信じさせた存在でしたと、 コメントしているはストップモーションアニメのクリーチャー。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。